の試合、今度はバチバチですね。いきましょう。第4試合、風魔の小太郎 VS パワーウェーブ、前の方へ。さあ正面切って、yeah. Yeah, yeah. いいね、こちら勝った方がおそらく C ブロック進出濃厚となります、はい、逆に今度は、はい、崖っぷちではなく勝利を目指す一段上を目指していただきます。さあ引き取れました、こちらです。皆さんお待ちどうさま、今日はまだ来てなかったですね、アカペラ45秒日本勝負。こちらはですね、チャカちょっとタバコでも吸っててよ、アカペラですんでね。こちらここにタイムが出ます。45秒用意ドンと言われたらぐるーっと時計が回ります。で45秒終わった時点で一旦切ります。ですぐにこちらからまた振り直しますので、そちらでいってください。つまり陸続きではありません。各個人45秒45秒を1本ずつ、そして2本ずつ、2本目があります。つまり45秒で歌い終わると終了と同時にまた振りますので、そのまま受け取らずに一旦待ってください。そんな形ですよね。はい、それでは先攻後攻のじゃんけん決めてください。ここででは先攻風魔の小太郎、後攻がパワーウェーブ。それでは45秒のアカペラ日本の勝負、まずは1本目です。風魔の小太郎からいきたいと思います。それではレディーファイト、同時に時計が出ますのでチェックをしながらやってみてください、もしくは体感してください。いきましょう、アカペラ 45秒日本勝負1本目、風魔の小太郎です。レディーファイト。ダサいビートがかかってその上にラップ乗っけるより、こうやってアカペラでやる方がお前らの首揺らせるはずだぜ。え、今日はフリースタイルバトル、レゲエの人たちもみんな寄ってこい、だからセッションよりセッションどっちでもええよ、俺合わせれるよ、はあ、だからここからレベルは上げるだけでラベル剥がれる、いじめることなく俺は言葉飛び渡す、えい、このやり方見せる風魔の小太郎、これやっぶって約束すら俺またもここで誓おう、渋谷ビジョン上がってこい東京、ああ続けてこう、あと12から1111言うことなく俺日々リリクをすぐに俺は書き、えい、もういいよ、えい、レッツゴー、やっていこう、俺あと3、2、1、死のカウンター。終了。さあ、まずは1本目はこんな形です。それではパワーウェーブ、準備はよろしいですか？よ。45秒、日本勝負1本目です。いきましょう。パワーウェーブ、レディー、ファイト。確かに雰囲気はいい感じだけど歌詞は半分もわかんない、こっちとら根からのラガマフィン、このスタイルのままだぜ下がんない、陰の踏み合いでも負けない、風魔の小太郎もただの踏み台、言っとくがレゲエ勢もガチ、みんな言ったれどっちの勝ち、ほらな結局は音にはめてるだけでリリックは薄い、賞味言うけどその程度なら、レゲエ DJ に勝つのはむずい、俺の方がかますだけ、音のハメじゃなく言葉の重みで揺らすぜお前らのその身、 You know why 吐き出すポイズン、音の波出る、レゲエもやばいってことを分からせるために俺はこの場に来た。終了。さあそれにどう返すのか、準備はよろしいですか、hey. 行きましょう。45秒2本目です。風魔の小太郎ファイト。 Yo 俺は悪をやってきたやつみたいに、またはいろんな経験をした大人みたいに、俺は今までの人生の経験が全然ねえ、だから俺はラップを始めてから経験積んできたぜ、みんなとは違う、レベル50からレベルは10から、そんなんじゃねえんだ、俺は0から1に上げるのに必死になって今いろんなレベルを上げてきてる、お前は俺のことを踏み台と言ったが、ならお前は今俺の下なのかよ、そこだろ、中身がどうこう言ったくせに自分に上げ足取られてんぜ、 Yeah、パワーウェーブ、あんたの波より俺の波の方がやばい、俺はまるで音の上に乗っかった狼、お前の首を思いっきり神に来てんだよ、だからカミン、もっと寄ってきてほしい、俺は神なんて食わない。終了。さあそれでは最後の締めをパワーウェーブです、準備よろしいですか、いきましょう、45秒2本目、レディーファイト。
確かにな、フーマの子だろう。お前の言った通り、俺は言った踏み台。お前の言う通り、俺はまだお前の下やと思ってる。だからここに来てる。どういうことかわかるか？お前の下から上に上がるために、今日出てるラッパー全員俺よりプロップスがあることなんかわかってる。それをひっくり返すために、このメンツが揃った渋谷俺は乗り込んできたわけ。お前の動画だって何本も YouTube で見たで。フーマの子だろう、こいつめっちゃイケてるやんって思ったのが正直なところ。お前大阪やろ？このバトル終わったらもっと仲良くなっていろんなことやりたいね。せやけど、さっきも言った通りお前は踏み台。この場は俺が勝たせてもらうぜ。ほんでもってもっといてるクソ強いラッパーだし、お前の気持ちも背負ってかましてるから、それを控え室で今日は見といてくれ。ありがとう、フーマンのコウタロー。終了。もうね、内村航平のような着地でしたね。ビターっと止まっていただきました。ありがとうございます。それではこの二人のジャッジいきたいと思います。まずは先行、フーマのコタロー。ここパワーウェーブ、勝者パワーウェーブ、二人の上げなくしよう。いやー、この二人が45秒のアカペラを今日戦うっていうことがね、決まっていたかのようでした。バッチリでした。ありがとうございました。さあ、そんなところでパワーウェーブさんには残っていただいて、第5試合目は新エースの前の方へ。わかってるよな、忍者ダメなんだぜ。俺たちはいつも世論の反対を言ってるぜ。ああ、それが俺たちヒップホップのアンチテーゼ。ここで負けちまったら俺たちも歩く2000円だよ。それだけ恥をつかまなきゃいけねえんだぜ。俺たちはいつも勝ちだけを求めてきた。負けたら意味ねえ、綺麗事は言うつもりもねえ。勝った方が勝者、わかるだろお前も。Yeah、 勝った方が勝者、それは間違いない。本物のスパイスって何か、俺は知ってる。本当のスパイス、それは愛だ。ああ、いつでも思ってた。一人仲間のとこへ駆け足してた。その時考えたものが俺の後ろについてきたものだった。間違いないぜ。本当に大事なのは友達じゃなくて仲間。友達は裏切るぜ、助けるなんてくれない。俺はよく知ってるぜ、肩を組んで歩ける仲間。お前もこの後友達になれそうだな。それは一緒だぜ、俺たちはいつも一緒。お前はリボンできないかもしれないけど、今日は俺はティーチャーはいなず、家庭教師はなしで、お前の脳みそを打ち抜くヒットマンだぜ。Yeah、 俺は負けても勝っても常日頃生まれ変わってたぜ。ソウルが大事でもずっと変わらねえんだよ。頭がおかしくなるようなバス、これは俺の中だぜ。俺の中にいたってあいつのことは一生忘れねえ。難しい。